よろしくお願いします。カップル役ということで、一緒に住むお家を探すっていうシーンだったんですけど、スーモくんもいたのでね、楽しかったですね。そうですね、3人で共演というか、はい、お願いします。本番よいスタート。リビングも広いね。カット。カットです。もし自分がそうなったら、でこう妄想しながらニヤニヤしながらやってました。はい、伝わりました。妄想してるの。いや僕も妄想してたので。キッチン綺麗。こう夢が広がる感じが見てて、あ、いいなって、一緒に住むのいいなって思っていただけたら嬉しいですね。うん、リビング広い。カット。カットです。カット。カット。順調です。いい感じです。多分順調です。楽しくできてます。嬉しいです。スーモと息を合わせてやってます。3人で。なんかそのお部屋の選び方とかなんかありますか？料理とかすごい楽しいし、うん、好きだけど掃除があんまり得意じゃないから。料理がなんか楽しい。じゃあキッチンは譲れない。キッチンは譲れない、うん、掃除は譲っちゃう。掃除はもう全然譲ります。だそうですけど、まあ、僕掃除好きなので。あ、そうです。はい、お、全然やります。さっきワンちゃんの話されてましたね。ワンちゃんは飼ってるので、うん、ワンちゃんが遊べるスペースがあったりとか、あ、それこそ本当に引っ越しの予定がなくても暇さえあれば、中条さんともさっき話しててやるよねっていうか、暇さえあれば物件を見るみたいな、こうお宝探したみたいな。見つけたみたいな気持ちになりますね。あの、もう見せる準備をしてたんだけど、おお、こっちもいいよっていう風に流れで見せちゃうみたいな。はい、一回やってみて。おお、こっちもいいよ。住まいを探すというのは、まあ、これから始まる新生活に向けてすごくこうワクワクドキドキする時間だと思います。僕たちもそれを想像しながら楽しみながら演じたので、ぜひ CM 楽しんで見ていただけたらなと思います。2人で一緒に部屋を探すワクワクとかをこの CM で見ていただけたらいいなって思います。うん、